やっ、さあ行こう。大魔王を倒すためデルムリン島を出発したダイとポップ。海を渡った後、彼らはロモス王国を目指してとある森へ足を踏み入れていた。始めようぜ。
生の技を受けてみろ。アバンスマン。まったく情けねえ。俺に任せろって言うからついてきたのに、あっちかなこっちかなって迷いやがって。ええ、助けてくれたのよ。どうもありがとう。私マーム、この森の東にあるネイルの村の者よ。俺はタイ、こっちはポップ。旅の途中なんだ。君って強いんだね。このくらいの装備がないとこの魔の森の近くじゃ暮らせないのよ。あなたたちどこへ行くつもりだったの？ロモスの王宮だよ。王宮ならこの森を抜けたところだけど、もうすぐ日も落ちるし、今日は私たちの村に泊まっていったら？ミーナを助けてくれたお礼がしたいわ。本当？そりゃありがた。なんだよポップ。あんな女に構わずさっさと行こうぜ。王宮のもてなしとちんけな村のもてなしじゃ比べもんにならねえよ。聞こえてるわよ。ご推察の通りちんけな村よ。さっさと行って王宮の夕食にありついたら。ま、ここら辺は夜になると危険なモンスターがうろうろし始めるから、早く森を抜けないとそんな腕じゃ食い殺されちゃうわね。じゃあやっぱり村で。おお、言われんでもこのくらいの森スパッと抜けたるわい。さあ行こうぜダイ。ほら日が暮れるぞ、走れ。よし、行くぞ。コメちゃん、トッテックス、いや。
もんか。くらえ。俺がいればこんなものぜ。なんだこの声。ものすごい威圧感だ。見つけたぞ小僧。我が名は獣王クロコダイン。魔軍司令ハドラー様が指揮する6つの軍団の一つ、百獣魔団の軍団長だ。ダイ、ハドラー様の命令によりお前を撃つ。死にたくなければ必死で発揮するのだな。魔軍司令様をも傷つけたというお前の真の力を。さーてやっ、さーてと、ちょっと上がっやっ。さあ、始めようぜ。よし、行こうぜ。でやっ、うりゃっ、だっ、じゃあー、こげろ。でやっ、うりゃっ、だっ、じゃあー。でやっ、うりゃっ、だっ。俺がいればこんなもんだぜ。とりゃ。メラミ。よっしゃ。
我が名は中央クロコダイ。武人の誇り見せてやる。ダイハドラー様の命令によりお前は撃つ。ものすごい威圧感だ。よし行くぞクロコダイン。やるな。まるで鋼鉄みたいな肌だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。負けるもんか。行くぞ。なんということだ。大事だ。乗れ。だけならハドラーより上だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。各々の得意とする技においてはハドラー様を上回る力があるからこそ軍団長を任せられておるのだからな。ポップ、正面からぶつかったんじゃ勝ち目がない。俺が隙をついて攻撃するから呪文で援護してくれ。え、ポップそりゃないよ。賢明な判断だな。ザコは逃がしてやる。俺が殺せと命じられたのはダイ、お前一人よ。行くぞ。すまねえダイ、おめえもうまく逃げろよ。あだ、なんだライオンヘッド。あいつは。見つけたぞ、小僧。よし頑張るわね。さあ、よし頑張るわね。始めようぜ。それがよ、魔王軍に襲われちまってさ、なんとか逃げていたんだよ。もう一人は？まさかあんた見捨てて逃げてきたんじゃないでしょうね。違う。なあ、これは卒業の証、アバンの印じゃねえか。じゃあお前も。それより今は早くあの子を助けに行かなきゃでしょ。一緒に来なさい。ねえ。一方、その頃、
くらえ真空の斧今だアバン流盗殺法開破斬たっかヒートブレス俺の奥の手だ俺に傷を負わせるとは大した小僧だなんで動けないもうよせお前はよく戦った俺が倒してきた歴戦の戦士たちよりずっと強かったぞ少々惜しいが今楽にしてやるダイ逃げろなんで動かねえ体がしびれているんだわおい敵はクロコダインだどこ狙ってんだよキアリクよ、麻痺やしびれを治す呪文キアリクを打ってあの子を助けたのよこれは魔弾丸この魔法の弾丸の中に呪文を詰めて打ち出すのそっか、打てるのは攻撃呪文だけじゃないんだ余計な邪魔が入ったが一瞬命を流れただけよしい余計な邪魔が入ったが一瞬命を流れただけよ大事だ獣の力ミスに駆けつれふんふっずりふっ砕けろどうだ俺に傷を負わせるとは大した小僧だ少々惜しいが今、楽にしてやるはぁーっ乗れあなた、キャドできるおぉ、俺のキャド刑事門と言ったら天下一品で脳書きはいいから、この弾丸に詰めて先っぽの石に指を当てて呪文を唱えるのよ早くよし、ヒャダルコ！死ね！今だ！おお！はあ！なんの？おお！朝日か！じゃあ！よくも俺の顔に、いや、俺の誇りに傷をつけてくれたな。覚えていろよ、ダイ。お前は俺の手で必ず殺す。必ずだ。先生からは回復系や防御系の呪文と格闘技を少し習ったわでも攻撃呪文ができなかったからマダンガンをもらったんだええ卒業の日にねあの日のことは忘れられないわ卒業の証
アバンの印です。これをつけておけば全国公認の正義の味方ですよ。それからこっちは私からのプレゼントです。プレゼント？マダンガン、魔法を詰めて撃てるというグレイトな武器です。噂と書物だけで私が作ったものですが。先生、私こんな置かない道具いりません。私はただ父さんと母さんみたいに村の人たちを守ってあげられる人になりたいと思って、それだけなんです。マーム、あなたは本当に優しい人ですね。でもね、マーム、愛や優しさだけでは必ずしも人を守れない時もあるのです。正義なき力が無力であるのと同時に、力なき正義もまた無力なのですよ。それにこの武器はあなたの攻撃力を補うだけでなく、回復、防御系呪文で人を救うこともできます。要は使いようです。大丈夫、あなたが使っている限りこれが正義なき力になることは絶対にありません。私が保証しますよ。ちょっととぼけてるけど、強くて優しくて本当に素敵な先生だったわ。ああ、なんだか急に会いたくなっちゃったな。不覚、いかにアバンの人とはいえあのような小僧にやられるとは。おのれ、荒れとるな、クロコダイン。何者だ。まあ無理もないわな。たかが数人のガキにそのような傷を負わされてはの。ザボエラ、貴様俺の負傷をどうやって知った。戦場の見張り役悪魔の目玉は我が妖魔師団の一員。このわしに知らぬことなどないわ。それで俺を笑いにでも来たのか。お主の危機を知り助力しようと駆けつけたんじゃよ。同じ軍団長としてのよしみでな。なんだと、貴様この俺にそんな卑怯な手を使えというのか。貴様ごときの手など借りずとも、俺は正々堂々とやっと戦い勝ってみせるわ。どうかな、あの大という小僧なかなか侮れんぞ。ハドラー様にひどい傷を与えたらしい。それに万に一つ次に奴を仕留め損なったら、魔王軍に居場所がなくなるぞ、クロコダイン。大の実力を知るハドラー様はともかく、他の四団長が何と言うかの。獣王クロコダインは小僧の首一つ満足に取れん打ち気者であったのかと。何を。悪いことは言わんよ。これを使え。お主とて今の地位失いたくはあるまい。さあ大を倒すためだ、受け取れ。翌日、マームはダイが村の長老へ魔法の修行をさせてほしいと話すところを目撃する。アバンの弟子に教えるほどの力はないという長老。しかしダイはアバンは自分たちを守るために死んでしまったのだと告白する。だからアバンの仇を討つためにも強くなりたいのだと訴えるダイ。その熱意を受け長老はダイとの魔法の修行を了承する。一方、その話を隠れて聞いていたマームはアバンの死に大きな衝撃を受ける。さらに翌日、ダイは長老との修行によりメラを発現させられるようになる。完全な成功ではないものの、長老はダイの弱点を工夫で補う様を褒め上げる。アバンの仇を討つため修行を続ける二人を見て、マームは一人思い悩むのだった。
じゃあね、マム。いろいろありがとう。ごめんね。本当はついて行ってあげたいんだけど。大丈夫さ。長老様から森の地図をもらったしね。さよなら。またいつか必ず来るよ。二人とも命がけで先生の仇を討とうとしているのに、私マーム、行っておあげなさい。母さん、大君たちの手助けをしてあげたいのでしょう。私たちのことは構わずお行きなさい。私もね、昔この村を飛び出していったのよ。傷つきながらも戦い続けていたアバン様や父さんを見かねて。私の娘だもの、しょうがないわよね。母さん。マームや、この村のことなら大丈夫じゃ。わしもなんとか踏ん張ってみせるわい。みんな、ありがとう。ありがとう。私も行くわ。やったー。ダイ、ポップ、あなたたちがアバンの使徒と呼ばれるなら、私はその先輩でしょ。だから私も先生の意志を継いで戦うわ。お前、まさか。詳しい話はみちみち聞かせて。さあ、こっちよ。なんだなんだ、そうか、新たな人間がやってきたのだな。ここは記憶の神殿、あらゆる記憶が集まり、そして刻まれていく場所。そして我はこの神殿に仕えし、記憶の番人である。この場所に訪れたということは、そなたらは新たな力、ここではそなたらの記憶だが、久々に訪れた人間、さあ記憶の神殿を巡るがよい。さーてと、ちょっとは頑張り。さーてと、ちょっ。やっ。やっ。さあ、いっ。
キャダルコ。テカタ。ハッ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 
もう時間がねえぞ。
け。俺にかなうものはない。許さねえ。これは弟子のポップです。あれはもう勝てない相手だからこそ。でもね、マーム、アバンデジニュアール、戦うのじゃ。そなたが熱く、やっ、さあ行こう。マームを仲間に加え、ロモス城に無事たどり着いた3人。しかし、夜に城へ入ることはできず、城下町の宿に泊まることとなった。たまたま同じ宿で出会ったのは、かつてデルムリン島で悪事を働いた偽勇者一行。現在は改心したのだと主張する偽勇者一行。過去の因縁は一旦置いておき、共に同じ宿で、一晩を過ごすのだったが、今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も全て勝利あってのもの。たとえどんな手を使ってでも奴を撃つ。うわあ、出てこいたい。さもなくば
ロモス王国は今日で壊滅だ。うわ、この声は、あ、きっとクロコダインの百獣魔団だ。行け行け、ロモス城を殲滅するのだ。あ、ダイン待って。ダメです、王様。敵はかつてないほどの軍勢、持ちこたえられそうにありません。かくなる上は王様だけでもお逃げください。民を見捨てて逃げるわけにはいかぬ。王の逃亡は敗北と同じ。わしは非力な年寄りじゃが、断じて逃げるわけにはいかんのじゃ。戦うのじゃ。最後の最後まで希望を捨てずに。神は逃げ出した者に奇跡を与えはせんぞ。何者？俺は魔王軍の百獣魔団長、クロコダイン。ロモス国王、俺はお前の命など全く興味がない。だが俺のターゲットをおびき出す餌になってもらう。早くダイを追わないと。だけどクロコダインの強さは半端じゃないんだぜ。言ったら殺される。だから私たちが加勢しなきゃダイが殺されちゃうでしょ。三人で力を合わせなきゃ。心配ねえよ。いざとなったらダイのやつはめっぽう強いし、死にはしねえよ。どうしたのよポップ。あなたダイの友達でしょ、仲間でしょ。彼がどうなってもいいの？大体俺は魔王軍と戦おうなんてつもりは元からなかったんだよ。好きで戦ってきたんじゃねえんだ。そりゃダイは一緒に修行した仲間だけどよ、あいつがいるから敵が次々と襲いかかってくるんだぜ。巻き添え食って死にたかねえよ。てめえ！あなた、アバン先生から何を習ってきたの？ダイもあなたも先生の仇を討つために命を懸けて戦っている。そう思ったからこそ私ついてきたのに、仲間になったのに。あんたなんて最低よ！ロモス城大広間。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ。待ちかねたぞ。さあ思う存分戦うがいい、クロコダイ。やめろ、俺が相手だ。来たな、ダイ。待ちかねたぞ。今から俺は鬼とならねばならん。武人としての誇りも意地も全て勝利あってのもの。来い、行くぞクロコダイン。さあ思う存分戦うがいい。行くぞクロコダイン。来い。メラ呪文だと。先の戦いでは剣だけしか扱えなかったダイが、まさかこの数日の間にメラを身につけたのか。男子三日合わざれば刮目してみよというが、こいつがまさにそうだ。このまま成長していけば間違いなく魔王軍にとって最大の脅威になる。ダイ、マム、王様にベホイミを。分かったわ。使いたくはなかったが、いや無を得まい。あれは魔法の筒。何なの？生き物を封じ込めておける筒だ。呪文で自由に出し入れができるんだ。おそらく中身はあいつの助っ人だ。イデオデルパー。え、じいちゃん？ダインの育ての親ブラスはもともと鬼面同士、
島を出て大魔王様の魔力に影響されれば魔王軍の先兵に早変わりする。さあ行け、鬼面同士ブラスよ。己化け者め。待って、あれは俺のじいちゃんなんだ。島に流れ着いた俺を拾って育ててくれたんだ。育ての親に手出しはできまい。大に対してこれ以上の資格は考えられんて。メダパニ。どうしたんだ、やめろ。メダパニをかけられて混乱してるのよ。じいちゃん、やめてくれ。なんでそんなひどいことするんだよ。俺がわからないのかよ。だい。じいちゃん。ミラミー。じいちゃん。とどめだ。ぐ、また貴様か。こっちもメラミをお見舞いしてやるわ。ダメだマーム、じいちゃんに当たっちゃう。お願いだよ、俺のたった一人の家族なんだ。ブラスよ、奴らを。クロコダイン、あなたそれでも戦士なの？誇りだのなんだのと言ってたから、正々堂々とした男だと思ってたのに。そうだ、こんな少年相手に人質を取るなんて武人の風上にも置けぬやつよ。恥を知れ。黙れ。武勲のない武人など張り子の虎も同然。何とでも言うがいい。誇りなど遠に捨てたわ。終わりだダイ。それ以上苦しまぬように人思いに葬ってやる。この獣王クロコダインの火でな。獣王痛恨撃。勝った。行こう。よし、行くぞ。いればこんなもんだぜ。
どうだ。なんだ今の、まさかダイとマームが。いや関係ねえ、もうあいつらが死のうが生きようが俺の知ったこっちゃねえんだ。お前まだいたのか。なんだてめえ、偽勇者一味の魔法使いじゃねえか。魔族法だ。火事場泥棒が偉そうに、俺は勇者アバンの弟子なんだぞ。てめえらみたいな小悪党と一緒にすんない。ほう、かの有名なアバンの弟子というのは仲間を見捨てるようなものでも務まるのかね。どれどれ、お前の仲間がどうなっとるか、わしが水晶玉で見せてやろう。ダイ、ブラス爺さん、なんで。ダイ、今回復呪文を。マム、お仲間は大ピンチのようだな。誰か助けに行ってやらねば。だけど俺なんかが行ったって、あのクロコダイン相手じゃ何にもできねえよ。くそー。勇者とは勇気あるもの。そして真の勇気は出さなきもの。相手の強さによって出したり引っ込めたりするのは本当の勇気じゃない。なんてな、わしのセリフじゃないぞ。師匠がいつも言っとった言葉じゃ。わしもな、若い頃は正義の魔法使いになりたくって修行しとったんじゃよ。だけどあかんかった。ピンチになると仲間を見捨てて逃げるなんてザラじゃった。おかげで今はこんなありさまじゃ。さあ早く行け。胸に勇気のかけらが一粒でも残っているうちにな。今度こそ本当に終わる。この一撃でさらばだ。待て、誰かと思えばあの時の魔法使いか。今さら己程度が出てきたところで何ができる。失せろ。アバン先生、先生の5分の1、いや10分の1でいい。俺に勇気を与えてください。許さねえ、俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。島からじいさんをさらってきて手下にしやがったな、どぎたねえ奴らだぜ。さっさと消えてしまえ小僧。所詮貴様は大と比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞ。ふざけんな。誰が仲間を捨てて逃げるもんか。アバンの人にはそんなふぬけはいねえぜ。クロコダイン、俺と一対一で勝負しろ。それとも俺みたいな小物が相手でも汚え人質作戦を使うのかよ。なんだと。よかろう、そんなに死に急ぎたいのなら仲間と一緒にあの世に行くがいいわ。さーてと、ちょっとは頑張りますか。
許さねえ。俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。今さら己程度が出てきたところで何ができる。失せろ。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても、いてもうダメだ。ポップ逃げろ。ポップ心配すんなよダイ、俺はもう逃げないぜ。そうさ、お前はこんなのを何発も食らいながら戦い続けてきたんだもんな。一発や二発食らったぐらいでおねんねしてられねえよな。こうなったら命を捨ててやるだけやってやら。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても、ダイの回復の時間稼ぎくらい。待てよ、アバン先生みたいにか。一回も使ったことねえけど、やるしかねえ。さっさと消えてしまえ小僧。所詮貴様はダイと比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞ。ふざけんな。誰が仲間を捨てて逃げるもんか。アバンの人にはそんなふぬけはいねえぜ。アバン先生、俺に勇気を与えてください。なぜそこまで耐える。杖は砕け、魔法力も尽きた貴様に一体何ができるというのだ。全部計算づくなんだよ。杖を砕いたのも魔法力を温存したのも。何？これこそ我が師アバンが得意とした伝説の呪文。じゃなる威力よ、退け魔法カトール。はて、なんじゃ、ここどこじゃ。わしゃ一体。じいさん、あんた魔王軍に操られていたんだよ。あんたにダイを襲わせようって汚ねえ作戦なんだ。いいか、絶対にその魔法陣から出ちゃダメだぞ。小僧！貴様一体何をしたのだ。魔法カトール、魔を拒む光の魔法陣を作り出す呪文さ。先生みたいに島ごととまではいかねえけど、あのくらいのやつなら俺にだって。バカめ、今さらブラスを救ったところで何になる。見ろ、己のレベルもわきまえず大呪文を使ったおかげで貴様はもう何もできん。ブラス爺さんさえ無事なら大は思う存分戦えるんだ。てめえなんざ軽くやっつけてくれるさ。あいつは本当に強いんだ。貴様、ダイのために命を捨てる覚悟だったのか。そんなかっこいいもんじゃねえよ。仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやってそう思っただけさ。こんな未熟な少年までが命を張って戦っている。それに引き換え俺は己神の可愛さに誇りを捨て卑劣な手段を使ってしまった。本当にこのままでいいのか。誇りを失ってまで得る勝利に価値はあるのか。クルクベイン、何をしとる。早くそのガキを殺してしまわんか。勝利は目前なんじゃぞ。くだらん情けにとらわれて軍団長の座を失ってもいいのか。許せ小僧。
何だ。クロコダイン、許さないぞ。俺のじいちゃんに悪いことをさせ、俺の仲間を傷つけた。お前を許さない。死ぬよりかっこ悪いやって。やっ、さあ行こう。クロコダイン、許さないぞ。あの紋章は何だ。これがアドラー様を退けた大の真の力なのか。クロコダイン、許さないぞ。俺の仲間を傷つけた、お前を許さない。全てを込めてあいつを倒す。負けられん。俺は魔王軍の百獣魔団長クロコダイン。しっかりしろ。ポップ、あの大の力は何。俺にも分からねえ。きっとあれはあいつの秘めた力なんだ。あの謎の紋章と力は大の怒りに反応してるみたいなんだ。そしてあいつは今心の底から怒っている。魔王軍の汚えやり方に怒りを爆発させてるんだ。これがアドラー様を退けた大の真の力なのか。だが負けられん。ここで負けてしまったら何のために誇りを掲げてたのだ。今の貴様が鋼のような肉体だとしても至近距離でこれを食らえば終わりだ。俺の最大最強の技であの世へ行け。こいつを使え。ぶちかませたい。俺たちの先生のあの技を。どう
うせ負けるなら正々堂々戦って負ければよかったよ。小僧、お前にも教えられたぞ、男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない、むしろ誇るべきことだ。目先の勝利に走った俺はバカだった。さらばだ、ダイ。負けるなよ、勇者は常に強くあれ。うわ、クロコダイン勝ったな。うん、みんなよく戦ってくれた。特にダイ、この度の勝利はまさにお前のおかげじゃ。もはや名実ともに勇者にふさわしい男に成長したと言えよ。晴れて今日より勇者ダイを名乗るがよい。王様、俺まだいいです。え？何言ってんだよおめえ。俺一人じゃ勝てなかった。ポップ、マーム、ゴメちゃん、それにお城のみんなが力を合わせたから勝てたんだ。俺が勇者だって言うならみんなが勇者だよ。だからせめてもう少し強くなってみんなに迷惑かけずに戦えるようになるまで勇者なんて呼ばないでください。恥ずかしい。はい、わかった。さらに大きな成長を期待しておるぞ。これはわしからのせめてもの贈り物じゃ。それを身につけて国民の前で見せてやってくれ。みんな国を救った英雄たちの姿を見たがっておる。頑張って人から感謝されるっていうのも悪くねえもんだな。ポップ、今日のあなたちょっぴりかっこいいわよ。イエーイ、5000円ありがとう。ダイ、聞きなさい、この歓声を。たとえお前が望まずとも人々はお前をこう呼ぶだろう。小さな勇者ダイと。